はい、さい、今回は南城市にある大里城址公園に来ています。そしてね、今いる場所、大里の御嶽でね、うふ里御嶽ってね、場所なんですが、まあ実は今回ね、大里城址公園3本写して、この動画4本目なんですよ。でね、まあね、3本で完結させようかなと思ってたんですが、1個前の動画ね、3本目の動画でね、ちょっと面白い場所を発見したんですよ。まあね、こちらずっとね、岩と岩の間の隙間、割れ目みたいになってて、なんだろうって見たらね、どうやらなんかね、なんていうんだろう、オークラリーというのか、アスレチック、天然アスレチックみたいだね、なんか岩と岩の間に道みたいな感じになってるんで、こんな場所を見つけたらね、ちょっと冒険好きの僕としてはね、行かないとダメでしょってことでね、今日もサンダルでね、軽装なんですが、土があるんでこれ通って滑りそうなんですよ。まあでもね、ロープとかあるとね、行ってみたいななんて思っててね、来ちゃったんですけど、怖い。撮影しながらなんで怖かったりもするんですが、十分に気をつけてね、降りていきたいと思うんですが、なんだ、他も御嶽になってるの？アスレチックとかではなくて、もしかしたら聖域なのかな。ちょっとどうしようかな、止めてから行こうかな、行けるかな、ちょっと怖いんですが、ゆっくりね、ロープをつかみつつ、そろって滑りそうなんでね、ああ怖い。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。よいしょ、よし、無事に降りれて、なんだここ絶対石垣っぽくなってますよね。いいか、クラリーとかではなく廃所ですね。どんな冒険がね待ってるのかななんて、ね、ちょっと失礼なこと言っちゃったんですが、おそらくここも廃所っぽい感じで洞窟がありますね。深いのかな。きっとね、もうね、10月の中旬でね、涼しくなってきてるんで、あんま心配もないんですが、よしと、あ、なんだ、深くないんですが、なんかね、囲まれてて、廃所なのかな。ちょっと不思議な場所ですよね。ここより先は行けるのかな。ちょっとね、雲があってね、倒立が暗なってるんで、ね、ちょっと森の中ですよね、完全に。どうしようかな、躊躇しちゃうな。下も行けるのかな。よいしょ、つるって滑りそうだからね。あそこの岩の下とかもなんか洞窟っぽいですよね。かなりやばい。ちょっとね、あそこの下まで降りるか。なんかやたらとね、カタツムリの殻があってね、なんかというかね、隙間悪い感じになってるんですよね。ちょっとあっちまで降りるか。降りた方がいいですよね。よいしょ、初めての場所、一人、見てる人はそんなに怖くないかもしれないけれど、なかなか怖いんですよね。なんか歩いてるとね、カタツムリの殻がパリ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 崩れてね、
じゃなくて岩の隙間ですね。多分右もそうか。これ以上行くとなんか崖下っぽい感じなんで、最初のね降りたところの左手の方行ってみようか。ただね、おそらくですが定期的に草刈りしに来ていないとね、これだけ開けた感じにならないと思うので、誰かがねしっかり管理してくれてるね、まあ、聖域かもしれないですね。こちらくらりだと思ったよね最初。なんかね、植物の感じ、岩の感じを見るとね、神秘的な雰囲気がするよね。これの意味することがね、何なのか分かんないな。ここから降りてきたんで、高いな、ずいぶん登るの大変だな。よいしょ、この反対側、左側行こうかなって思ったらね、もうすぐ倒木ですよね、これ。で、よいしょ、ちょっとだけ様子を見よっか。木のね下くぐって、どんな感じか様子を見てね、今回本当にスリッパなんでね、こんなところでずるっと行ったらもう一人なんで、あ、さっきのところのあの辺に出て、なんかね崖が続く感じですね。ね、さっきのところあの辺だと思うんで。なるほど。まあね、大里公園のね外れ、横っちょにはねこんな感じでね、僕みたいなねちょっと冒険しがちな人がね来るとなんだろうってね興味のそそられるね場所があったりしますよっていうね動画になりましたね。これさすがに登るのあれかな、気合い入れたら登れるかな。撮影中にずるっと行って怪我しましたっていう感じになりたくないんでね。よいしょ、よいしょ、左手と右手を交代しつつ、よいしょ、よいしょ、ぐらい登ったんですが、ここからもね、この斜面がね、この土滑りやすくなってるんでね、落ち葉もあって、壁をねしっかり押さえながら、よいしょ、よいしょ。ウォーキング中の人がこんな山から人が出てきたらびっくりしますよね。よいしょ、無事行けましたね。はい、というわけで、まあね、今回ね4本ね長い対策、小分けに分けてるんで1本ともそこまで長くないと思うんですが、大里城址公園ね4本の動画でねお届けしたんですが、どうだっただろうね、楽しめたかな。先ほどまでね涼しいとか言ってたんですがね、もう汗びっしょりですよ。川にもめっちゃ刺されたな。一箇所、肘にも噛まれてる。バッと数えたら3箇所ぐらい刺されてますね。よいしょ。はい、というわけで今回4本目になるね、大里城址公園からね沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。ちなみにこちらパークゴルフが、ね、場所だったりします。よいしょ、最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね、バイバイ。